じゃあ南紀白浜空港から関西新空港に飛んでいこうかな、どうしようかな。てなわけでフルパワーレギリースポテトエアボーンギアアップフラップアップじゃあ入れるところに160度、ここで1万フィート1万8000フィート1万9000フィート2万フィート レベルオフ。淡路島だ。ここでたまに1000フィート巻かれていけるいい山々だね。本当に。晴れてなきゃいいね。こんなもんですね。
見るとなんとなく関空より伊丹の方が人気なんですよね。馴染みが深い飛行場なんでしょうか。関西国際空港、関空も確かシーナリーが2個ぐらい負けぶりに売ってるんですよね。どうしようかな。痛みはなかったような気がするな、負けぶりに。神戸空港も負けっぷりにせよあったな。なんでだろう。人気の空港なのかな。ここタイランドかな。フォトタワー、この辺はでも海洋博物館かなんかはあんまりちゃんと再建されてないね。
MD80 MD82 か、見えない飛行機かな。フラップダウン、ギアダウン、はい、レースダウン。